人も、うん、さあこんばんざ。みんな元気してた？今日元気だった人、はい、ヨネパパ、ヤッホー。Like Joker hair color green. あ、ジョーカーみたい。やっぱ好き。かわいいね。日々進化してっからさ。進化してるから。よね、パパ。さあちゃん、好き。ありがとう、今日も。鈴木氏、お知らせ。あ、今日。ん？もう日付変わった？あ、日付変わった。日付変わって、今日は28日。違う、29日は新宿京王プラザさんとタワーレコード渋谷店さんでライブがあります。日本新宿の京王プラザめちゃめちゃ差がやばいからね、ぜひ見に来てほしいです。しかもあれ、予約特典がつきます。予約特典の写メが会いに来てくれたら嬉しいです。15時1分から出演、1分で伸びなささだ。アリーフさん、こんにちは。マレーシア、はーい。マレーシアの言葉わかんないな。仕事やばい。トリマ、仕事に戻る直前に通知来た。みんな仕事だ。よかった、仕事、今日仕事か。一瞬で見れてよかった。伸び、今日も健やか健やか。さささ爽やか三組。キスさん、こんばんざーい。穏やか配信、穏やか配信、穏やかでもあるし健やかでもある。すくすく、ちょっと爪研ぎながら爪磨きながら。やっぱ今日で仕事しばき回し倒した。ニコニコ侍、必殺仕事人だね。みち、万歳ジャパン新潟県の伝道師、さがあさです。緑色ショートヘア、また緑が結構、今日いい色、今日いい色合いだと思う。今綺麗、しかも今日はショートヘアがね綺麗。アイロン丁寧にした。あこちゃん、さあちゃん勝手に音をつけてみた。ささに飛びそう。え、これさ、新しく買ったんだけどさ、もう安いんだけど可愛いよね、この色。最近こんな感じのブルーグレーみたいなマスクもつけてる、いつも。この色気に入ってる。なんかちょっとくすみ系青みたいな。シカちゃん、うーんな数日、うーん、いかに仕事納めか。お疲れ様。みち、仕事は帰宅、お仕事はオタク帰宅の中さんね。オタク帰宅、みんな仕事お疲れ。今日もまあこんばんざー。あと50分でセンチネルやるね。センチネル S、 千葉テレビ見れる人はぜひください。そう、なんか千葉テレビ見れない人ももしかしたら、まだわかんないんだけど、もしかしたらどっかで見れるかもしれない今後。でもまだわかんない。うまくいけばって感じらしい。なんかいつもはアマゾンプライムでセンチネル配信してたんですけど、アマプラの仕様もなんか変わったらしいよ。よくわかんないけど、詳しいことは。見れるといいね。見れるところあるといいな。みち、おつささー。みつパパ、めっちゃトラブルに巻き込まれてる。キャートラブらないでお願い。クロマ、こんばんざい。トモさん、寒いよね。新潟寒いよね。だって東京でも寒いんだもん。みち、今日おさめの人多いね。結構いらっしゃる。
今日首回り、今日首回りすっきりしてるっす。ぐん、うん、昨日もこもこしてたけど今日はすっきりっす。でもさっちゃん見れたんで元気に、お頑張れー、あと数時間。あこちゃん3、え、なんだこの曲、3、3、3、太陽が3、3しか出てこない。てん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 、メロンパンダは、ん？違う、ロールパンダはメロンパンダのお姉ちゃん。よしろす、うん、久々だ。いや、みちかわいい、あいにゃんかわいいすぎる。みんな褒めてくれちって。ナポ、一冊仕事にはめっちゃ仕事させられそうだからやめました。いいじゃん、必殺仕事に。仕事バリバリしてる人好きだよ。トキヒトくんこんばんは。シカちゃん、さっちゃんセブン補給して、あ、寝落ち確定。いや、寝落ちで。シューモンこんばんざー。新潟寒いよね、新潟。そうだ、シューモンも新潟の方だ。知らせば、昨日バレなかった？バレなかった？何？ライブでってこと？いつもパスタのトラブルに巻き込まれる確定済み。やだ、仕事辞めるしかない。爽やか3組、あ、爽やか3組、そんな曲だっけ？爽やか3組とかしか覚えてない。あーレース、こんばんざい。あとってことは好きって言われたってこと、嬉しい。仕事はね、え、でも仕事絶対、まあ誰でもそうかもしれないけど、だらけてやってる人よりめちゃくちゃ仕事に真剣で一生懸命で、なんかあんまり愚痴こぼさない人が好き。ケンさん笑顔タイム、穏やかな笑顔。穏やかに生きよう。笹川の2022年の目標は毎日楽しく生きること。毎日めっちゃ楽しく、楽しい気持ちで生きる。シューモン今日雪かきしました、お疲れ。雪かきってさ、めっちゃ重労働だよね。よしらせも下北沢いたんですよ。え、なんで話聞いてくんなかったん。ともき、こんにちは。は、どこにやったの。は、みち、おたく、きたく、ビール、ラーメン。みちってよく美味しいもの作ってるよね。美味しそうなの作ってるイメージ。いつパパ仕事辞めたらライブに行けないね、お金なくなっちゃうね。あこちゃん、なぜかフルで歌えるから明日歌ね。爽やかし、でも聞いたらあーってなるかな。爽やか三組、爽やか三組、1組と2組はどうだったんだろう。セヤ吉にはバレました。なに、隠れてたの、バレるバレないって。水パパ、愚痴こぼしてんのか。だいたい聞いてる方だけど。ケケコンチャース、こんちや。なぽ、僕はショートのちょっと丸顔の緑だったり黒だったり金だったりもするけど、まさっちゃんって人が好き。丸顔本当にやめたい、卒業したい。
丸顔嫌なんだよな。鈴木氏、新潟寒くてラーメンが、あ、だからかな、新潟なんかラーメン王国なの。新潟県、まあ、自称ラーメン王国なんですけど、自称ラーメン王国ってずっと前から言ってる。でも結構確かにいろんなラーメンあるんですよ、新潟。だからかな。お、あれ気のせいかな、これ。気のせいだった。2022年の目標はもっと BJ を愛すことです。愛してください。もっともっと、もうバンザイジャパンのことしか本当に考えられないぐらい考えてください。考えせる、そして幸せにする。迷子になってたから捕まえてきた？誰を？迷子？うち、ありがとう、ラーメン。シロアセブン、バレなかったから。あ、そう、昨日クレタさんでもミコさんでもなかった。でも最近ね、そう、他のスタッフさん。クレタさんはほぼほぼ現場にはいない。アビコさんも、バンザイジャパン、大きいライブとかではいらっしゃるけど、みちさささんに、ごちそうしてくれんの？食べ物何がいいかな。今何食べたい気分かな。何じゃろ、みんな何食べたい気分。お風呂入ってきますって。いってらっしゃい。ともき抹消されし一肉一二組どこ行ったん。分かった、三組は選抜なんじゃない。人気面が三組に入ることができる。そしてテレビに出演することができる。本当に爽やかなのかな、爽やか三組。やっぱなんで可愛いじゃんか、可愛い、いい親だって思う倍可愛います。可愛い可愛い可愛い。吉郎セブン、バレたらチェキって決めてたので。吉郎セブンだって言ったらバレたことになるの。でもうち分かっても言わないかもしれない、そんな。ともき、誰が丸顔やねん。ともきは何顔。BJ 依存症になった場合はどこに受診しに行けばいいですか。受診しなくていいです、治そうとしなくて。確かにつばめ山上系ラーメンの背脂、あ、ね、そう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 らしいね。冷めないようにってことでいっぱいかかってるそうですね。寒い新潟人のために作られた。こんにちは、あ、こんにちはの和か。しかし休み取れないなので、名古屋ワンマンと3月のワンマンを楽しみ、そう、楽しみ大事、人生において。バンザイジャパンが人生の楽しみを与えるからね。楽しみに待ってて。で、1月30日なんて意外ともうあと1ヶ月ぐらいでしょ。大体あっという間だよ。よしよし、むしろその二人との付き合い長い。早500年。なっぱなんじゃろって言った。広島県民同じ。なんじゃろ。もんじゃら。丸顔もいいけど笹顔が一番好き。笹顔
緑色の髪の人かな。ともき何の選抜なんそれ。俺リアルだと分かる。自分もでも覚えてないな。4年の時は1年1組、2年1組、3年3組、4年3組、5年2組、6年2組だった気がする。2年ごとに変わってくから。確かそうだった。6年の頃の板垣先生に会いたいな。いや6年じゃないな、何年の頃だっけな。板垣先生すごいいい先生だった。板垣先生元気かな。すごい面白い感じの男の先生だったんだけど、なんかめっちゃ本当にいい人で、でも途中でね、どっかブラジル、いやブラジルじゃないな、なんか、うん、南半球のどこかの国に行っちゃったんだよね。板仙って呼んでた。板垣先生、板仙元気かな。玉木ずっとバンザイジャパンに付き添っていく。病気持ってたら本も治療法はない。ずっとバンザイジャパンと共に人生添い遂げよう。鈴木氏、なるほど、背脂買ってくる軽率に背脂。やばい、鈴木氏がどんどん太っていくかもしれない。だい、こんばんだーい。なんかさっちゃんの頭の上にハテナハテナハテナ、ん？リズパパ、毎年クラスがなんか、それもそれでちょっと大変そうだね。 GGGM さんこんばんは。ググム、あ、昨日も来てくれてた確か。まあ、やっほーん。けいちゃんこんばんは。牛タン食べたよ今日の朝。めっちゃ美味しかった。めちゃめちゃ柔らかかった。ありがとう。柔らかくてすごくデミグラスデミグラスしてた。もう多分消化されてる。ごちそうさまでした。あこちゃん、日本人学校に派遣されるやつに手を挙げたんだな。あーなのかな。その時はよく分かってなかったけど、多分そう、そんな感じだと思う。とりあえずなんか板仙はきっといい人ですごい人なんだなっていうことをこう漠然とだけど思ってた。寂しいなーとも思いつつ。板仙、板垣先生今どんな、何してんのかな。板垣先生と、あとお世話になったのは戸井田先生にも。戸井田先生は女性の方なんだけど、とても昔の笹川がお世話になった。すごーくすごーく優しくて、笹川の面倒を見てくださった。オロチこんばんは、かわいい今日びっくりマーク3つついてるよっぽどかわいかったのかもしれない今日は。やったよっち、こんばんざい。ともきさあさん、小学生の時はそう480、いや今11歳。今じゃない、今じゃなくて、あ、でもそっか、11歳か、480年も合ってたいろいろ間違えてた。板仙は何年の頃だっけな、3年
3年4年の担任だったかな。まあ今日めっちゃいい緑でしょ。もう最初緑にした時これぐらいの深緑な感じにしようと思ってたんですよ。そうそう、もともと深緑な感じ。そしたら染めたてめっちゃ青緑になった。だから今ぐらいがいい笹の灰色かもしれない。やっぱりね、笹意識高いから、自分のこと笹だと思ってるからさ。なんかカラーバターでいつも真緑のやつで染めてたんですけど、今回はアッシュグリーンっていうやつを買ってみて、それに真緑をちょっと混ぜる、配合するっていうね、コード。けちゃん朝食べたの？そう、朝食べた美味しいだったもうあったらすぐ食べたくなっちゃうからさ、美味しそうだなと思って。さすがに昨日の夜は我慢したけど、もう朝起きて食べたよね。そこさっちゃんって食べ物もらったら本当にすぐ食べちゃう本当にね、残らないね家にだからみんな、なんか食べ物すごい残ってる、家にあるんだよ、いっぱいあるんだよねとかない笹川はもう、でもそれが悩みでもある。自分で買ってもさ、何日か分の想定で買ってもすぐ食べちゃったりするからいかん。転校したり転入したりで、幼き頃のさ転校生ってすごい、もうなんか未知の世界っていうか、すごい特別な存在な感じしてたよね。わいも転校生とかなかなか来なかったんだけど、突然転校してきた佐久間くんっていう子勝手に名前出しちゃった、佐久間くんっていう人がいて、しかも佐久間くんなんか同じ年のもう同学年の人たちとは全然違って、めちゃめちゃクールでしかもめっちゃ頭良かったんですよ。なんか自分の言葉の間違いとかをそれなんとかだよって直された記憶がある。冷静にツッコミされてた。でも割と仲良かったと思う。多分笹川が勝手にそう思ってる。佐久間くんは絶対頭良かったからいい仕事してそうだな今。全然学生時代の人たちと全く合わないっていうか、同窓会のお誘いも来ないというか、そもそもほぼほぼ笹川の連絡先を知ってる人がいない思う。鈴木氏極戦なら知ってる。極戦ヤンクミパパ3日いい色で撮れそうね。ゆまちゃん信じてるぞ。ゆまちゃんをな、プロ笹川プロ。あいにゃん、何的顔面国宝、なんとか的顔面国宝。小1小2は1組3組5年から1組だったから、そと同じ学校だったら4年間一緒4年間一緒だ。1組3組2組はならなかったのか。あ、サーヒだ、こんばんざい。お酒飲んでるんでしょう、サーヒ。
知ってるよ、笹川。お酒入ってる。年末たくさん会えそうで嬉しい。待ってるぜ。すみちゃん眠れないよ。眠れない。眠れ眠れ。すみたろ眠たくなれ。多分笹川の声聞いてたら眠たくなる声してるらしいし、気づいたら寝てるよ。なこちゃん、そう、備蓄できない。だから絶対あの非常用の何乾パンとか買ったとしても絶対ね備蓄しておけない。意味ない。シカちゃん、次ストロベリーロックス行くときはその紙をオーダーしよう。オーダーしていけるかな。もうちょっとなんかもうちょっと深い感じの緑でもいい感じがするけど、まあでも今いい色ですね。綺麗。 Z チョリース、こっちかな。立山の今飲んでたお酒が新潟県産 100%。 ええやん、ずっとそれ飲み続け。新潟の米は裏切らない。こんばんざい。佐久間くんに、いや佐久間くんに惚れてはなかった。ウィズパパ高校の友達の忘年会は今日あったのに、安定の仕事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 ね。パパ、さっちゃん毎日見るけど可愛すぎる。ラブちゃん、それはもう沼にハマってますよ。気づいたら、お、ワンダーさあちゃん、はーい、ジュンディ、ジュンディなんかちょっと久々だ。もうすぐ、え、ジャニュアリーになったらどうなの。ジャニュディ、今ディセンディでしょ。あこちゃん、6年生の夏休みに転校したけど、ちょっとあんまタイミングでの友達の作り方からなくて。絶対そうだよね。確かに絶対本当に転校たくさんしてる子は大変だと思う。だってさ、まあ1回の転校だけで済むんならまだいいけど、結構転勤とか、お父さんお母さんとかお父さんとかが転勤繰り返すお家の子って、なんかすごいめちゃくちゃ好きな子とかめちゃくちゃ仲いい子ができちゃったらまた離れなくならなきゃいけなくなるわけでしょ。それつらいよな。なんか大人になってのそれってまだ耐えられると思うんですよ。しかもまあ連絡するツールは結構あるし、昔のねちっちゃい時のそれはね、なるばらなれになるのはもうほぼほぼ一生会えなくなるようなもんだから、つらい、つれえ。ともき、小1から高3までずっと同じクラスの女の子。それはもう恋じゃん。漫画とかでよく出てくる幼なじみポジションなんかちょっとあんたみたいな感じでやるけど、ちょっと気づいてしまった恋心、そんな目で見てなかったけど、ふとした時にちょんくってなんなかった。31日は前物販間に合わないんだけど、後半の物販でも、あ、後半の物販でも取れると思う。取る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 、待ってるよ。そっか、そっ
すごい大変な中急いで駆けつけてくれるの。ジュンディ今年さっちゃんに会った記憶があるわ。普通に会ったわ普通に会ってた。のび非常食も食べちゃう。ささかわいすぎる。開けようとするのダメってする。アルバイトしたい。そしたらもううわーってなりましたよ。うわーってなってうわーって出てくバンって抜け出す。達也丸半分でお顔真っ赤でございます。緑好きな達也丸が真っ赤になっちゃった。お、ロキこんばんざい。久々。隣のロキビーフ 100% リママニア。ひかちゃん会社のいろいろな人に赤と黄色入れて信号機にしよう。あ、それはね言われる。もちとあいりと並んでこの前信号機してた。でパパ必ずライブ行くからね、その時はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆねパパ待ってる。ありがとう。もうその気持ちが嬉しい。ジャニアディ、ジャニアディちょっと無理やり感。たまき日曜日ネスパスで、あーいちごビール、どっかで買えないかな。で長野住みだったらちょっと行ったら上越行けるから、上越で買った方が近そう。でも聞こえじゃないけど男女の友情ガチガチにある。あ、そうだよね。絶対ワイも友情はあると思う派。まあ言うて笹川そんな人いないんですけど。サヒ撮る、写メ撮る、嬉しくてお酒飲むサヒ酔う、倒れる、運ばれる。でもざっくばらに何でも話しちゃう。え、いいね、なんかそういう人いるのっていいな。そういう存在欲しい。いや、いても話さないわ多分。今考えたけど、立ち上がる、なっちゃった、マンカになっちゃったよしよし、二日酔いだね。あこちゃん、さちゃんのうちの乾パンの缶に毎日少しずつ乾パン補充する食べてるのに増えてく、すごい、無限に乾パンが溢れてくる。空になっちゃったって思っても次の日パッて缶開けてみたら、あーまた増えてるってなるんでしょ。それはもうね普通に食べ続けちゃう、増えることを知ってしまったら。ともき山口の特典、え、なんか届いてないの、うん、山口の特典通信待ちチョイス、おお、何が届いてなかった、全部ロロロロロロ。シカちゃん今度その3人の囲み頼むか、ささやりお持ち、ちょっと誰かの髪色が変わる前に、今まだ赤黄緑でも結構変わりやすい人たちだからささが多分分かんないけど分かんないかい、多分しばらく緑かな。もうキチョイツ行っちゃうか、ノリで行けちゃう、いいな。ワイもノリで新潟帰りたい。乗せてってもらえばいいのか。まあ5回くらい引っ越してて、その度仲良くなった子の連絡先今ほぼ知らないけど、え、思うよね。そう、時々ってか夢に出てきたりする。まあ笹川は全然あの転勤族とかじゃなかったけど、何してるかな。
さ、倒れないし運ばれないもん。じゃあ酔う、笑う、抱きつく。抱きつくやばいな。なんでこんな箱に持っていくのよ。ミネパパ、これから軽く夜食食べてから寝る。食べ過ぎ注意ね。牛になっちゃう。牛年。アイニャンルックスもリアクションもナンバーワンや。生で見たリアクションもナンバーワンに選ばれた。ありがとうございます。ででーん、金メダル。生でお待ちしてます。いっぱいライブしてるから。ともき、ガチの二日酔いおじさんかましてたけどアドレナリンで乗り切った。アドレナリンってすごいよね。あのなんかさ、怪我とかしてってもさ、どっか痛かったりしてもライブ中はアドレナリン出てるから全然なんかなんとも感じない。すごい。しかちゃん、アイリとお餅すごい髪色変わりやすい。お餅はなんか今の赤っぽい感じの髪色、ちょっと違うらしい。あれは前と同じところに同じ感じでって頼んだら違う感じになっちゃったって。あとアイリは紫シャンプーだからしたらなんかちょっと色変わっちゃったって。ねパパ、今日の夜食は肉まんとピザマンコーラ。牛になるよそれは。それ食べて寝るんでしょ。すぐ横になる。まあ、笹川も人のこと言えないけどさ。ともき、転勤族より、俺たち表金族。来年だろうな、2022年の目標。じゃあ丸二日酔い嫌だ。じゃあウコン、ウコン、あでもウコンってあれなんだっけ、飲む前、お酒飲む前がいいんだっけ。キャベジンコアとしじみだ、しじみ、しじみの味噌汁を飲め。飲むんだ。オルニチン。ともきリリーベまでの移動中くたばってた。え、大変だよね。しかも東京は乗り換え、電車の乗り換えが多かったりするから。あこちゃん、明日のケオプラザさっちゃんが楽しみだねって言ってたからすんごい楽しみにしてる。ワクワク、なんだっけ、楽しみ、なんかそんな詩あるよね。なん、君がなんとかだねって言ったから今日はサラダ記念日みたいな。あるよね。焼き餅こんばんざーい。焼き芋食べたい、焼き芋食べたい。ゆねパパ、おいしい、おいしい。もうすぐ寅年ですね。おいしい。とも、ともさんこんばんは。ひょうきんジャパン、うん、それはなんかすごい浮かれてるな。まあバンザイジャパンも一緒か、一緒、一緒だな。キャベツ、キャベジン、キャベジンコーアみたいなやつ。シジミはほんとシジミ。オルニチンっていうアミノ酸が分解してくれるから。ね、パパ飲む前にウコン摂取すると、あやっぱいい、いいんだ。やっぱウコンも飲んで。二日酔い対策に詳しい推しメンタスカル。
とか言って自分がお酒全然飲むわけじゃないのに。そう、栄養のことは任せて。無駄に栄養学好き好きマンだから。まあお先に親子供。ひょうきんを世界発信。私たち日本を元気に、ひょうきんを発信。47都道府県天下統一、ひょうきんジャパンです。え、キムチもしかして絞ってます？え、痩せたってことかな。今もしか、まあ常日頃だけど、でもめちゃめちゃみたいな、めちゃめちゃ全然食べないとかじゃない、普通に食べちゃってる。痩せた？あこちゃんこの味がいいねと君が言ったから的な、あそれかな。サラダ記念日、明日のライブ楽しみだねとさっちゃんが言ったから、明日 KO プラザ記念日。ね、明日本当にやばい、来れるか、もしこれからでもいたら待ってます。予約特典の写メつくライブだし。見なかったら、やばい。ちょっとこの後また練習をします。緊張しちゃうね。しかも KO プラザホテル、 KO プラザホテルでライブできることなんてなかなかない。どんな感じなんだろう。鈴木ささ記念日、それは3月3日3時33分。達也丸インスタント味噌汁にしじみだけなかった。しじみ、しじみの味噌汁ってあんまないのか。なんか単品でさ1個だけのやつとか売ってないかな。ともきオルニチンは神様、酒飲む人からしたら絶対オルニチン取った方がいい。まあ子供に話した。おやって言ったから、はいおやすみ。ゆい子はねんね。栄養学、就職前のバイトでストレスから毎日モンスター 5本頭痛薬大量摂取してたわしに一言、痛いの飛んでけ。5はカフェインがやばいね。それ体大丈夫だった？分かんないって言ってる。もううちが好きなのなんかビタミンとかそういう栄養素だから、そういうの過剰摂取しすぎたらどうなるのかちょっとわかんない。でもカフェインの過剰摂取はやっぱり死に至るからね本当に。え、気持ち、顎周りがシャープになった？シャープだね。今日ここの髪の毛がって上げてるのもあるかもしれない、もしかしたら。まば愛しい面しやがって、愛しい面。どんな面？岸さんリリーベ行けたら、お待ってます。あれ明日的、今日はタワレコだよね。タワレコだし、
で30、31がビルバン。渋谷渋谷渋谷、めっちゃ渋谷でリリーベ、リリーベも楽しみだ。リリーベは結構なんかいろんな曲できたりもするからめっちゃ楽しみ。あ、なんだっけ、明日的今日の29日のリリーベは特典会私服シャッフルです。笹川は誰の私服を着て誰に笹川の私服が行くのかお楽しみに。もうね、なんか写真を見せてもらってる、借りるやつの。楽しみ。とも日付変わっちゃったけど28日、あ、そう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 、シネマトグラフでしょ、東映機シネマグラフだよね。思い描いてた恋とか愛とかシネマグラフじゃん。昨日ライブがあったらね、絶対シネマグラフやってたのに。あこちゃん緊張しちゃうポジション、緊張しちゃうし、めっちゃ楽しみ。いつもすごい緊張してる時はすごい楽しみもある、どちらもある。かきちゃんこんばんざい、おやすみなさい。こんばんざいからのすぐお休みだった。かきちゃん大阪で会おうね。さひ俺にちんがいいよと君が言ったから12月29日オールニチン記念日になってたやばい、記念日協会に出さなきゃ。オールニチン記念日です、認めてもらえるかな。ここじゃもうすぐテレビ、あ、そう1時から千葉テレ、今何時、もう55分か。さすがもうそろそろ配信終わろうかな。まで疲れをマジで感じたくなる、謎の筋肉痛、え、心臓痛いわ、やばい。え、そう、なんかレッドブルとか自分まだ飲んだことなかった時、レッドブル飲むと本当になんか疲れ取れるよ、でもその後に結構ドッて、その後に一気にドッてくるみたいな話を聞かされてて、え、怖いな、後にドッとくるならやだなと思ってレッドブルずっと飲んでなかった。レッドブルはあんま飲まないけど、たまーにモンスターは飲む。ひかちゃん東京行った時京王プラザホテルの目の前で、そうなの、新宿その辺で仕事したんだ。何のお仕事。バチアサさん涼しげな表情が素敵だね、ライブの表情もいいけど涼しげな表情どんなだろう、涼しげな表情ってなんだ、どんなだろうキさんオイラ明日で、あー万歳納めしましょう、納めよう今年の万歳ジャパン、ナチナチナチトモキ毎朝並む、え、感動的な感じで起きるじゃん、シネマグラ前はバンザイジャパンの曲だとこの花咲くや姫だったりスタートだったり十人十色あたりで目覚める、まああとは他のアーティストさんの曲なこともあるけど、ね、パパずっとさちゃんの顔見てたい、スクショだスクショ、でもスクショされると多分大抵まばたきとかで半目になってるっぽい。ともき長め配信ありがとう、ありがとう、長めだった
全然時間気にしてなかった。ありがとう、今日も。のび、お疲れ様でした。千葉テレ、千葉テレ。ねえ、どっかで見れるようになるといいな。またもしどっかで見れそうだったら、お知らせします。赤ちゃん、ありがとう。ワイもめっちゃ楽しみ。だね、と笹が言ったから。明日、京王プラザ記念日。今日だ。のび、今日もありがとな、ありがとな。こちらこそ。遅い時間になっちゃったけど、モンスターの緑がめっちゃ似合いそう。緑だからやろ。でも緑飲んだことない。白かなんかあのピンクオレンジみたいなピンクかやつしか飲んだことない。気持ち、笹さんは、あ、飲むゼリーよく飲んでる。普通にあれ大好き。うきくん、こんばんざーい。コナン、こんばんは。待って、終わる頃に結構何人か来てくれた。じってあの字かな、じくの字かな。しかちゃん DM でやってたお仕事よ。やった、気になる。気持ち、おつささ さん、うきくん出遅れたね。なちなちシネマグラフ最近聞いてないや。ああ、倒れてた。あ、ばなんで急に外カメなの。あ、ここ押したのか。あれ、なんだこれ、直んない。あ、直った。ばその辺汚いのが見えてた。あ、特にアウトのもの何も置いてないけど。スクショ1枚目半目よくあるある。まばたき多いのかな、なんかよく言われる。けいちゃん、配信お疲れ様。いっぱい寝るよ今日は。いっぱい寝れるかな。でも今日は割と寝れるかも。なんか朝予定あったんだけど、本当はなくなったから。なちなち、ささねて、垂れ目、アイラインとアイシャドウで。あー、ラインは伸ばしてるけど、でもなんか垂れ目って言われる。以前ケチャップ飲んだら何でも OK やら。それは起きれない。ケチャップ飲んだら何でも OK、 ケチャップ飲んだら何でも OK。 いろんな日常が見え隠れです。よし、じゃあ配信終わろう。やばい、もう1時になっちゃった。ありがとうございました。おやすみなさい。またここからライブ三昧やめちゃ頑張る。ふんふん。